ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R。 ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R。 ワンダーオブユー、流れはずっと厄災なんだ。私を追うつもりでここに来たのかね。たまたま生きてここにいるだけだ。今の行為を追撃したというのだぞ。残念。さらに追撃するつもりかね。この私を。君は厄災を食らうためにここへ来たのだよ。君は何かを隠している。厄災が来る。君は厄災の流れの中にどっぷりだ。順番は君から死ぬ。武をわきまえろ。いや、きっともう追撃はできないね。おや、ご存知なのか？帰宅する前に見てみよう。無理だね。さよならだ。私の方からお前に近づけというのか？この世には断りのつながりがある。厄災の流れは条理の流れだ。誰だろうと私を追わなければいいのにな。この私を攻撃して触れるなどということはありえない。この私を追撃する行為は必ず災いの痛手となってそのものに帰っていく。厄災の流れの中にいて私を攻撃できた者もかつて誰一人としていない。仕留める？無理だね。これは私のただの避難訓練だよ。厄災が避難訓練とはだが、私を追跡しなければそれで無事で幸せに過ごせたのだ。たったそれだけのこともできないのか？残念。私の首を絞めるほどまで近づけたというのに。間もなく死ぬぞ。厄災の流れの順番だ。まだ向かってくるかね。いや、きっともう追撃はできないね。さて、私は帰るよ。興味があるなら追ってくるといい。おすすめはしないがね。私の方に自分を追わせたいと理解しているみたいだが、うまくはいかないだろうな。新ロカカカが手に入れば、ずっと続けていた旅も終わる。面白い。追わずに、誘って、来た。厄災に正義はない。悪との区別もない。僕を目視したら、君は直ちに死ぬよ。僕にも、君に何が起こるかとかはわからない。本当だ。でも君は間もなく死ぬ。必ずだ。正しい道筋を、たとえ聖人が間違わずに歩んでいようとも、悪事は時に起こり避けられない。それが厄災だ。座ってなよ。その場所に寝てるか、そのまま黙って途方に暮れてろ。厄災の流れは誰にも止められない。やらかしたら何が何でもぶつかっていって、君を殺す。さよなら。すべてが終わってその後に残るものは、夢と思い出だけだ。それだけだ。君楽しいね。またいつか会えるといいな。よくもこんなことを、ただで済まされると思うのか！君みたいな人も良さそうだ。なりすますのに、新ロカカカなら、その傷も治せそうだ。透過交換。君で試してみるのも悪くないね。怪我したのかい？それなら、TG 大学病院に行くといいよ。驚いたよ。やめろ。武をわきまえろ。そのままで、いいんじゃないか？追ってこれるかね？惜しかったな。何よりなのは無事が一番。私には触れないことだ。やめろと忠告したのにな。厄災が来る。厄災に正義はない。岩昆虫だよ。肉食だよ。オブラディ・オブラだ。二匹目の昆虫だ。
危ないぞ、来るぞ、厄災だ。どうなっても知らないぞ。追わない方がいい。流れは絶対だ。追いつけるかな。悪との区別もない。元彼です。君のために僕は全力で手伝って、助けてあげたい。君がとても心配だ。ジョースケ君のこともね。東方ジョースケだ。面白い。追わずに、誘って、来た。正しい道筋を。たとえ聖人が間違わずに歩んでいようとも、悪事は時に起こり避けられない。それが厄災だ。こんな場所で生命のアップグレードを見るとは。あれなら何の問題もないぞ。シンドカカカは本物に成長していた。ちゅうことで、あのシンドカカカは、間もなく僕のものだ。等価交換。お前が、この僕にこんな攻撃するなんて。ワンダーオブユー!よくもこんなことを、ただで済まされると思うのか!お願いだ。死にたくない。君だけだよ。僕を、助けてくれ。なあ、君が子供の頃からずっと、仲良しだったじゃないか。よしこのクソ女をさっさと止めやがれ。長旅をしている者が最も事故に遭いやすいのは帰宅直前だ。ずっと続けていた旅が終わり、新ロカカカも手に入り、君たちも私ももうすぐ家に帰る。まずは一匹の岩昆虫だよ。ドゥドゥドゥでダダダ。帰宅する前に見てみよう。オブラディ・オブラダ、無事が何より。私をさらに追撃しない限りはな。私は岩昆虫の名前を言ったんだよ。二匹目の昆虫の名前というわけだ。シンロカカカは、シンロカカカの方から私のところへやってくる。流れが運んでくるんだ。君が果実を手にできる流れにはない。私は、ワンダーオブユー。流れは、ずっと厄災なんだ。こんなそばまで災いを受けずに私に近づけた者は、かつて、誰もいなかったよ。だが、厄災の流れの中にいて、私を攻撃できた者も、かつて、誰一人としていない。それも確かなことだ。ワンダーオブユー。